明けましておめでとうございます。今回ですね、2021年、最初の動画になるんですけども、ちょっと1日とか2日、3日ですね、実家とか帰ってて動画撮れなかったんですけど、また今年もですね、コツコツ YouTube アップしていければなと思います。で、僕の YouTube、1880人が伸びないんですよね、もう。多分伸びない原因としては、やっぱり、ニッチですよね。物販、輸出ビジネスとか eBay が大きかったりとか、ニッチの中でも YouTube のこと喋ったり、ブログのこと喋ったり、アフィリとか、そんな感じ、いろんな電子書籍喋ったりとかしてるので、要はジャンルが決まってないんですよね。ニッチすぎる。で、マインドの話も、顔も出してないし、こんな感じで文字やって、ただ台本もなくひたすら喋っているだけにはなるし、あと、いろんなこと喋ってますよね。だから伸びないんですよね、ここまでニッチなことやっていても。だから別にこれから専門性を持たせてやろうとか、これから例えば、動画編集したりとかカットとかしようとか、そういったことも思ってないんですよね。このスタイルで普通にやっていこうかなっていうのも2021年のスタイルになるんですよ。だから逆に言うとですね、僕もここ3年から4年ぐらいは本当に毎日3、4時間ぐらい勉強してるんですよ。YouTube 動画を聞いたりとか本読んだりとかして、で、そのいろんな人の YouTube とか本読んだ経験や知識っていうのを僕が喋ってるわけなんですよ、実は。で、その集約したのを自分の頭の中でフリートークみたいなので喋ってるので、めちゃくちゃいいことも言ってる時ってあると思うんです、と思いますし、ある意味一つのジャンルで稼ごうって思ってる人だと、要はリスクヘッジができてないんですよ。例えばブログとか YouTube とかでも、そのアカウントが飛んでしまったら稼げないですし、YouTube だってその広告剥がされたら稼げないですし、物販だってアカウントを飛ばされたら稼げないじゃないですか。だから僕はこれはいけないよっていう意味も込めて、いろんなことを絞らないでやっぱり発信してるんですよ。そこに気づける人っていうのが最近結構出てきて、僕のやっぱコンサル生の方でも、例えば、物販で利益出るようになりましたと。じゃあその次にブログもやってみますっていう人もいますし、YouTube やってみますっていう人もいますし、やっぱりマインドがどん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 共有されていくんですよ。だこれが僕が逆に一つのジャンルだけ発信していけば、絶対そういったマインドになる人って現れないわけなんですよ。なんでかっていうと、一つのジャンルしか発信してないから。だから、そのところが、もし収益化が途切れたら、また一からのスタートになっちゃうんですよ。それだったらいろんな収入源とか柱っていうのをいくつか立てて、僕は同時進行にやることをおすすめなんですよ。要は与沢翼さんとかはセンターピンを決めて一つのことだけを集中してやれって言ってるんですけど、僕は今の時代はどっちかっていうとホリエモンみたいに多動力でいろんなことをやって、で、そこからリスクヘッジしながらいろんなことを勉強すれば、勉強した経験っていうのも増えるからこそ、僕はどっちかっていうと、一つ一あの収入の柱っていうのを、要は成功体験を得たら、どん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 次に成功体験って、また次に成功体験を得てっていう形で、どん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 いろんなことをやった方がいいと思うんですよね。で、例えば5個ぐらい成功体験を得た柱を作って、その中から一番伸びそうなところに時間を投下して、で、めっちゃ伸ばすっていうのが、これからの2021年の副業のやり方としてはいいんじゃないかなって思いますね。だからやっぱりマインドの共有っていうのは、どんどんやっぱそういった成長っていうか、チャレンジしてる人めちゃくちゃ増えてるので、やっぱり純粋にすごいなと思いますし、やっぱ偉いなって思いますね。偉いなっていうか、素直だなというのがすごいやっぱ思いますね。やっぱ素直の人が一番伸びますよね、普通に考えて。だから普通に考えて、YouTube とかバッドボタンとかあるじゃないですか。あんな押したって意味ないじゃないですか、どう考えても。例えば YouTuber がいて、
なんか別にバッドドアを押そうが押すまいが自分の人生に関係ないじゃないですか。そんな一人の人が喋ってる動画なんて。だからそこに意識を持つ時点で、意識がまだ甘いんですよ。要は竹花さんとかがめちゃくちゃ炎上したじゃないですか。ぶっちゃけどうでもよくないですか、あんなの。だっていいことも喋ってれば悪いことも喋ってるかもしれないですけど、じゃあいいことだけ自分の経験として、そこだけ盗み取ればいいじゃないですか。だから別にいい評価も悪い評価も僕からしたらどっちもいいんですよ。自分自身のために聞いてるんで。そう、あなたの広告収入のために竹花さんを聞いてるんとかじゃなくて、ぶっちゃけその人なんかどうでもいいんですよ。その人が言っている言葉とかキーワードで一つでも盗めるところがあれば盗んじゃえばいいんですよ。このマインドがあると、どんな YouTube でもどんな本でも盗めるところっていうのがいくつかあるので、それをどん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 盗んでいって、その経験とか知識っていうのを積み重なっていけば、本当に収益とかにも反映されるんですよ、その経験値であったりとか知識量っていうのは。だからどうでもいいんですよ、人のことなんてっていうことなんですよ、まさに。そう、誰が炎上しようが誰がどうなろうか、もしその人が一つでもいいことを言っていれば盗むんですよ、その人の思考とかマインド、考え方っていうのを。なもし僕が10分ぐらいの動画を出していて、一つでもいいキーワードとかもしいいことがあれば、そのキーワードが盗んじゃえばいいんですよ。で、自分の知識として自分の脳みそにどんどん蓄えていくんですよ。いろんな人の言葉とか、いろんな人の経験とか。だから要は本っていうのは1500円でその人の人生を変えるんですよ。まさにそう。でもすごくないですか、本とかって。YouTube なんて無料でその人の言葉とか考え方とか人生とかを無料で共有してもらえるんですよ。すごいんですよ、今の時代って。だからそれを聞いた時に、一つでもいいキーワード、言っている言葉がいい言葉、そういったものを盗むんですよ、どん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 。盗んだりとかパクるんですよ、TPP ですね、徹底的にパクるんですよ、マインドとか考え方を。それをですね、積み重ねていくと、思考とか考え方っていうのが本当に3ヶ月間、半年間、1年間でガラッと変わるので、ね、ガラッと変わった時にやっぱりめちゃくちゃ成長できるんですよ、人間で。実は1年間あれば。だからこそ、その僕がいろんな人の話を聞いて徹底的に真似して、それを喋っている、イコールいい言葉しか結構伝えてないんですよね、逆を言うと。僕は好きなビジネスの人の YouTube の人なんて同じ動画を5回ぐらい聞きましたね、うん、めちゃ未だに聞いてますし、うん、だからそれぐらいやっぱり情報を共有できる時代なんですよ。しかも無料で。ありえないことなんですよね、それって。だから本当に言う、だから両学長とか、まこなり社長とか、いろいろいますよね、今、人気の人たちが。別にそういう人たちでもいいんですよ。そう。だから、やっぱり勉強することが大事。だから、2020年めちゃくちゃ勉強したい。まあ、めちゃくちゃっていうか、まあ、そうですね、1日3時間ぐらいはやっぱりインプットしたんですけど、じゃあ2021年も同じぐらいやろうとか、やろうっていうとかじゃなくても、空気を吸うのと一緒ぐらいやっぱりインプットしてるんですよ。だから散歩している時もインプット、お風呂に入っている時もインプット。これはタスクとかではなくて、なんか趣味みたいな感じなんですよ、今は。だからこれをですね、こういった情報収集っていうのを趣味にすると、勝手に知識とか経験っていうのが増えていくので、そうすると積み重なったものが1年後とかに圧倒的に変わってくるので、考え方が。だからこそ人生っていうのは時間を取れば取るほど年を取るので、通常だったら右肩下がりの人生になっちゃうんですけど、毎日経験を積むことによって右肩上がりの人生を手に入れようっていうのをやると、やっぱり成長するんですよ、人間って。だから2021年は、まあ僕は去年と一緒ぐらい勉強しますけど、
まあ、例えば車運転中に今までは音楽聴いてたけど、じゃあ車運転してる時はインプットしてみようとか、で1日30分だけ散歩しようかなとか、ジョギングする人はじゃあジョギングしながらいつも音楽聴いてたけど、じゃあその30分を今度はインプットしてみようとか、これが今度習慣化になるんですよ。習慣化すると、その習慣っていうのは結果が変わるんですよ。だから例えば今音楽を聴くじゃないですか。あいみょん聴きます。あいみょんを毎日1時間聴いてますって。で、あいみょんを1ヶ月間30時間聴きましたと。じゃああなた1ヶ月後に人生変わりますかってことなんですよ。じゃあ仮に両学長とか、池早大学とかいろいろ、まあ、あの人はまあ見ようか、両学長とか、まあ、こんなに社長とか、もふもふ不動産とかいるじゃないですか。じゃあその人たちを1日1時間聞きました。じゃあ1ヶ月間30時間聞きました。じゃあそれは成長しますかってことなんですよ。成長するんですよ。その人たちが、じゃあ格安 SIM の携帯を使いましょうって言えば、今まで携帯電話1万円払っていたところが3000円まで抑えることができたとか。だからそんな感じで、やっぱり勉強できる箇所っていうのは必ずあるからこそ、毎日1時間でもやっぱりインプットすることっていうのが大事なんですよ。まあ、ぶっちゃけ言うと僕から言うと音楽聴くことにも意味がないと思っていて、最近だと。なんか J-POP 聴いたから人生変わるんですかって思った時に、もう変わるわけないじゃんと思ったんですよね。で、これどういうことかというと、20歳ぐらいの時に僕18歳から車買ったんですけど、その時 MD だったんですよ。で、MD 入れてなんか曲流すじゃないですか。じゃあその MD で音楽聴いていて、3年間ぐらい車保有してたんですけど、3年間の時の音楽の情報とか知識とかっていうのが今に生かされてますかって問いただれた時に、生かされてるわけないんですよ。じゃあその3年間を逆にインプットするための勉強時間として、いろんな人の情報に触れた時間が3年間あったら、また10年後にその3年間も成長できた3年間ですかっていう、もし質問があったら、それは絶対に成長できたっていうことになるんですよ。だからそれだけ人のコンテンツなんですよ、音楽なんて。じゃなくて自分の脳みそに直接影響があるようなことを毎日コツコツ積み重ねていきましょうってことがすごい大事なので、これをですね、2021年ぜひですね、やってみてください。絶対成長するんで。じゃあ失礼します。